じゃあ行くよ。じゃあカメラここね。はい。次のバンドは夢追いバケです。Hell yeah！ どうも夢追いバケです。よろしくお願いします。どっかの誰かの話、恋人。それでは続きまして、ちょっと昔の曲、月。
にちは、夢うばくです。よろしくお願いします。それでは、まあ僕たちはこれで3年生全員3年生なので引退ということで、一人ずつ一言ずつコメントをもらおうかなと思います。じゃあどうしようかな。いや、ももかでお願いします。ももかです。こんにちは。こんにちは。今までこのメンバーで一緒にやってくれてとっても楽しかったです。で、喧嘩したりとか迷惑かけたりとかたくさんしたけど、一緒にやってくれてよかったなって思ってます。ありがとうございます。じゃあアンリお願いします。アンリです。なんかみんながやってるのを聞いてめちゃくちゃ泣いてて、自分の演奏の時絶対泣くなと思ったんだけど、意外とそうでもなくてなんか、あ、意外といけんじゃんと思って で、自分がこの場でちょっと伝えたかったなと思ったのは、インスタカクタスが笑って生きろをやった時に千葉隊のことを思い出して、自分はモノクロっていう先輩のバンドと一緒にやってきて、その純潔に落ちた時にうちのギターのしんちゃんが来年は必ず連れていくからって言ってくれて、もうなんかしかもなんかそれをなんかその自分に直接言ったんじゃなくて遠回しに言われて、わあ、私こういう人たちに恵まれて部活やってこれたんだって思って、他のうちのバンド以外にもそれぞれ思い出があるし、親とかにもたくさん時間もお金も費やして部活をやってきたからすごい感謝しています。なので本当にこの部活に、ね、入れてよかったし、こういう形だったけどこのライブをやれる機会を作ってくれた先生たちやジッパルさんにもすごい感謝しています。本当にありがとうございました。じゃあ最後ふみかお願いします。あと2人ふみかです。さっきもイースターでやった時に言ったから、なんかあんま話すこと思いつかなかったんですけど、さっき言い忘れたのが、その親と先生に感謝を言うのを忘れてしまってまず親はこのバンド連とかいっぱい入る中で送り迎えとか、その帰りのバスがなくなっちゃった時とかに送り迎えとかしてくれたり、その軽音楽部に入ってるとやっぱお金めっちゃ使うから、そういう面でも親にすごい助けられたのでありがとうございました。先生たちにもその見学祭ができないってなって結構悲しかったんですけど、こういう機会を作ってくださり本当にありがとうございました。先生とかその部活の仲間とかそのジッパルさんにもそういう助けがあるおかげで3年間すごい楽しく部活動をできたなと思うので本当にありがとうございました。しのすけお願いします。こんにちは。こういう機会を設けてくださって本当にありがとうございました。まず今 YouTube ライブを見てくださってる方々、本当にそのここまで3年間支えてきてくださって本当に感謝しかないです。やばい、本当にやばい特にそのフニカも言ってたけど、島先生とか金田先生、いや自分の親には本当になんかどうやって感謝を伝えたらいいか分かんないぐらいその支えてもらったところがあるので、すごいそれをなんかこういう形で返せることが少しでもできたらなって、本当によかったなって思います。で、
バンドメンバーもう本当になんだろういろんなことがあったし、なんか立ち止まってしまった時とかも、そのすごい調子がいい時とかもずっと一緒にいたメンバーなので、やっぱりこれが最後っていうかもうないくなるのかなって思うと、なんかそのちょっと悲しいっていうか、なんか寂しい、本当になんかしんどい気持ちです。僕はあんまし素直になれないし、あんまし伝えたいことはあんまし言えないタイプなんですけど、今日は本当にこれだけは伝えたいと思って、その軽音楽部が本当に僕は大好きだなと思います。3年生の仲間たちと出会えたことがすごい、その人生においてのあの僕の本当にになんか幸せな一瞬をくれた友達、みんなに本当にありがとうございましたって言いたいです。ありがとうございました。あとは今見てる1年生とか2年生、ここにいる2年生本当に来年もうどうなるか分かんないけど、来年も頑張ってください。応援してます。以上です。僕の一言は、この後ちょっともう一曲終わった後にちょっと大きめの時間をもらってしようかなと思います。なので先に聞いてください。若者のすべて。電気を押しやテレビで言ってた。
それでは僕たちの最後の一曲に移る前にちょっとお話をさせていただこうかなと思います。僕は最初この高校を本当は入るつもりじゃありませんでした。でも学校説明会で先輩のバンドを見た時にこれしかないって思って入りました。でも最初ケオムがちょっと怖くてなんか入りにくいと思ってて、でその時に龍ヶ瀬と会って、で龍ヶ瀬が一緒にケオム入ろうって言ってくれたから一緒に入ったので、その選択は絶対間違ってなかったと思うし、僕の一生で一番いい思い出かなと思います。なんでありがとう龍ヶ瀬。それにこの軽音部に入った時も、入った時に一回1年生の時と2年生の時にまあいろいろあってやめたいなって思った時があったんだけど、でもその時でもやめないでいれたのは同級生のみんながいてくれたかなと思います。このメンバーがマジで本当に先輩と後輩に申し訳ないじゃないですけど、一番もうこの学年で軽音部できて一番良かったかなって思います。だからみんなもありがとう。同じバンドメンバーのみんなも一番最初違うメンバーでやってて、でボーカル一人だけ入るってなってボーカルの子も邪魔しちゃったし、こっち見んなよすっごい曲も全部俺が作っててわがまましちゃったかなって毎回毎回思ってるけど、それも表に出せなくて、でもまあ多分ここでしかいないからいいけど、ありがとうみんな。それから先輩にも後輩にもすっごい恵まれた学年で、僕はすごい恵まれたと思います。だからこそ部長もできたし、一生の中で一番悔しくなったし一番嬉しくなったし一番やりきれたし充実できたなって思います。そしてこの日々が大人になってもこの関係で続けられれば、それは一番いいことかなと思います。それを込めて歌います。聴いてください、デイリー。
ました。